自分自身の肥満や老化に気づかないふりをしている方はいませんか？ダイエットをしようと思いながらも後回しにしてしまっている方や、老化は防ぎたいけど何から始めればいいのかわからない方、まずは毎日の朝食から見直してみませんか？食べ合わせをちょっと工夫するだけで痩せ体質や美肌が手に入ります。これを知ったら絶対やりたくなるというお話を今回はご紹介します。我慢なんてする必要なし。食べるのを我慢するダイエットなんてもうやめましょう。朝からしっかり食べないと一日元気でいられません。食べて痩せようと思ったら、食べるものの組み合わせを工夫して基礎代謝を高めればいいんです。食事制限のないダイエットならストレスもないので、誰でも続けることができそうですね。痩せる食べ合わせとは、糖質、脂質、タンパク質は三大栄養素と呼ばれ、私たち人間に欠かせないエネルギー源です。それに加えて三大栄養素の消化・吸収に必要な酵素、血液中の中性脂肪やコレステロールを減少させる良質な油を摂りましょう。三大栄養素をバランスよく摂ることで基礎代謝が上がり、脂肪が燃焼しやすくなります。効率よく代謝を行うためにはビタミンを一緒に摂るといいそうです。それでは気になる食べると痩せる食べ物の組み合わせの例をいくつか紹介していきましょう。1. 白ご飯と味噌汁。味噌には糖質の代謝に関係する酵素がいくつか含まれています。味噌汁と一緒に食べることで白ご飯の糖質が分解され、消化・吸収・代謝が促進されるのです。ただ、酵素は80度を超えると失活してしまいます。味噌汁を作るときには加熱しすぎないようにしなければなりません。2. 豆腐とかぶ。豆腐の味噌汁は定番ですが、そこにかぶを加えてみましょう。豆腐自体、良質のタンパク質が豊富で消化吸収に優れている上、新陳代謝を促す亜鉛も含まれています。そしてカブに含まれるビタミン C が亜鉛の吸収を高めてくれます。おかげで代謝はさらにアップして痩せ体質になっていくことでしょう。亜鉛とビタミン C の組み合わせはお肌の再生を促進するので、美肌を目指す人には嬉しいですね。3. 納豆とニラ。和の朝食といえば納豆。軽く火を通したニラを加えてニラ納豆にしてみましょう。納豆菌によりタンパク質が分解されてできた大豆ペプチドは、他のタンパク質よりも吸収が早く、糖質を代謝するのに役立ちます。また、サポニンというコレステロールを下げる効果のある成分も含まれていて、これらの納豆の嬉しい働きを活性化してくれるのがニラのイヌリンという成分なんです。このニラ納豆、炒めても美味しそうです。そのままでも栄養豊富な納豆のダイエット効果を高めるおすすめのアレンジです。4. コーヒーにココナッツオイル。コーヒーにココナッツオイルをプラスすれば脂肪の燃焼効果がアップします。運動する前にコーヒーを飲むと脂肪の分解が促進されることは知っていますか？ココナッツオイルも抗酸化作用やアンチエイジングへの効果など、セレブの美容食として人気です。その2つが合わされば体脂肪はどんどん燃焼され、体内に余分な脂肪を溜め込むこともなくなりますよ。モーニングコーヒーには大さじ1杯のココナッツオイルを。5. ヨーグルトとバナナ。毎朝ヨーグルトを食べる方も多いですよね。そんな皆さん、バナナを加えましょう。バナナが腸の中でヨーグルトの善玉菌を増やしてくれますよ。腸内環境を良くしてデトックス効果を高めるのが狙いです。より高い効果が欲しい場合は、ホットヨーグルト&バナナで。人肌ぐらいのヨーグルトは乳酸菌の働きが活発で、温かいバナナは内臓が温まります。これで腸内環境もバッチリです。ダイエット効果はもちろんのこと、廊下にだって負けません。6、サラダにはエゴマ油とサバ缶を。サラダを食べる時のドレッシングに良質な油を使いましょう。血液中の中性脂肪の値を下げるエゴマ油やアマニ油がおすすめです。ただしご存知の通り、油はカロリー高めなので摂りすぎに注意しましょう。サバにも良質な油の DHA や EPA が含まれているので、サバ缶をほぐしてトッピングしてみてください。7、鶏胸肉とトマト。肉を食べたいときは低カロリー高タンパクの鶏胸肉にします。そしてその際にはトマトを合わせましょう。血中のコレステロールを減らしてくれたり、脂肪を燃焼する成分をパワーアップしてくれますよ。トマトは抗酸化作用があるリコピンが有名ですが、アミノ酸の代謝を促すビタミンも多く含まれ、疲労回復や脂肪の代謝アップに効果ありなのです。いかがでしたか？思ったより簡単にできそうだと思いませんか？朝食を少しアレンジするだけで、痩せ体質のついでに美肌も手に入れて、ますます楽しい毎日を過ごせそうですね。